探索せ。大司祭様がお怪我をなされてしばらく療養されることになったそうよ。教会の人は大司祭様が離宮を片付けている時に棚の上から荷物が落ちてきたって言うんだけど、王宮に賊が入り込んで暴れたって噂もあって、それが本当なら一体誰が。いつも素晴らしいお話をしてくださってみんなとても尊敬していたのに。物騒な話ね。ええ、私は噂だと信じたいんだけど、子供たちが怖がってしまって。私は全然怖がってなんかないよ。嘘だ、お姉ちゃんが泣いてるの見たもん。僕は全然怖くなんかないよ。悪い賊が来たら僕がやっつけるんだ。その迫力なら悪い奴が逃げそうね。七夕で大怪我とは抜かりのない情報操作じゃの。城で司祭が殺されたなんてことになったら誰もお上を信じなくなるからな。その怪しみなり、お前らあれだろう、忘れもしないローレスの入り口で鳩出したマミムメ奇術団だろ。マミムメではない、マギルー奇術団じゃ。なんじゃお主、あの場におったのかい。そうとも、ゼクソン校から来て検問でお前らを見て楽しみにしてたのに、いつまで経っても話を聞かない。でもここで会えたが100年目だ。明日にでもゼクソン校で講演してくれないかな。そっちの愛想のない姉ちゃんのポッポッからの魔法使いの姉ちゃんの鳩記述。ちやってもいいが、わしらの出演料は高いぞ。金ならある。あれが見られるんならいくらだって出すぜ。断る。そこをなんとか。しつこい。なんだよ、つれねえな。今回は縁がなかったと思って諦めるのじゃ。さもなくばお主がこの世から消える記述をこの弟子がやりかねんぞ。いいじゃねえか、やってくれよ。弟子にやらせてもよいが、お主は消えたまま戻れぬぞ。それでもよいのか。マジマジじゃ。そしてわしらはマギルー記述団じゃ。次の機会を待つがよい。アルトリウス様の演説には心打たれたよ。きっと町の連中も感動してるよな。っていうか感動してくれないと困るんだけどな。なんであんたが困るわけ。商売だからに決まってるじゃないか。今聖主カヌヌシ様の先座の儀式が行われてるだろ。あれだけ感動的な演説を聞いたら誰だって新しい聖主の御座を拝みに行きたくなる。そこで見学記念の聖杯を売るのさ。そいつを今ゼクソン校から運んできたところなんだ。ほう、カヌヌシ様はいろいろとご利益があるんじゃな。その聖杯には何か紋章などは入っておるのかい。これから町の職人のところに持ち込んで紋章を書き込ませるところだ。無駄にならんといいがな。バカ言うなって。ここで売らなきゃいつ売るんだ。商いの素人にゃわからんか。ははははは。機内は分からんが、お主の未来は見えたわ。儀式もあいつも、私がこの手で。
最近なんだか体の調子が悪いんだよな。ネクター飲んでた時は良かったのによ。なんだか急に手に入りにくくなって、闇取引じゃ20倍以上の値がついちまって、オートなら売ってると思ってきたんだが、どこにもないんだよ。ネクターはやめておけ。あれには石成鋼が入っている。なんだって、石成鋼ってのは確か常習性が高い、ちょっとヤバいやつだろ。手に入らなくなった今がやめ時だ。船乗りならそんなもんに頼らず体を動かせ。ああ、そうだな、ネクターはやめだ。これからは仕事上がりに浸水にするぜ。いいこと教えてくれてありがとうよ。ゼクソン港で偵察と合流するぞ。早々に肩をつける。やだしまった。随分変わった立ち筋。ここいらじゃマイナーなもんでな。わしは弱いのには強いぞ。どうかしたのか、ライフィセット。元気がないみたいだが。いつものことじゃろうが。お前は引っ込んでろ。
六郎は大魔の剣士、アイゼンは精霊の死神、マギルーは変な魔女、僕は何なんだろう。哲学的な質問だな。お主はベルベットの道具で非常食じゃろ。そう言われた。テレサ様にも道具って。でも僕は生きてる。そうか、ライフセットは自分が何なのか気になり始めたんだな。なら答えは一つだ。自分で決めろ。え？自分で決めていいんだ、どうしたいのか全部。それが生きるということだ。お前の舵はお前の手の中にある。僕の舵、自分で。悩めばいい、それも生きている証だ。答えを出すまでは守ってやるよ。お前の術には世話になってるからな。うん、よくわからないけど、わかった。いい話っぽいが気をつけ、言っとるのはゴーマと死神じゃぞ。邪悪な魔女も取り付いてるしな。置いてくわよ。怖いお方がお怒りじゃ。とりあえず全身に舵を取れ。早々に型をつける。全員の型を全員飛び出せ。シートを全員シャーク重ねてみろ。鎧を作って邪魔よ。飛び出せ、重ねてみろ。捕らえられまい。そこに立て。大活躍だったじゃろ。早々に型をつける。容赦しない。一撃じゃ生ならい。絶版熱衝撃。容赦の情け一切かけない。すぐに済ませるわよ。容赦も情け一切かけない。わしは弱いのには強いぞ。ガンザン滅敗剣魔王剣そこだ。邪魔だ。魔王演技か。感動式を見られるか。どれだけ感動式、いつ見ても奇抜な格好じゃの。慣れちゃいるが、お前に言われたくは。Thank you.
シルフもどきは届いてる？ああ、検問に偵察を出した。まだ戻らないのか？はい、もうちょっと待ってください。小休止するか。小腹も空いたし。うん、空いた。偵察が戻るまで休憩しましょう。何？あれを手に入れただと？し、バカ、声がでかいんだよ。やっとの思いで手に入れたイリアーニュの赤ぶどう神水なんだぞ。ベンウィックたちに見つかったら全部飲まれちまうだろうが。なんだ、あいつらには内緒なのか？当然だろうよ。あいつらは腹いっぱい飲み食いできりゃ満足なんだからよ。ガキに貴重な赤ぶどう神水なんか飲ませられるか。まあそうだな。よし、イリアーニュならルカレラチーズが合うな。どっかで手に入れるから、それまであいつらに見つからずに隠しておけよ。おう、任しとき。緊張感のない奴らね。坊にもリンゴを一つやったわ。わしって優しいじゃろ。リンゴ。お主も欲しいか？ならば今度は鶏の真似を。必要ない。姉さん、本気でアルトリウス様と戦うつもりでふか？まあな、坊に頼まれてしもうたからの。でも絶対勝ち目はないでふよ。逆らうの？なんぞお師さんから言い含められたかい？とんでもないでふ。ならば付き合ってもらうぞ。なーに、危なくなったら逃げればよい。万一死んでも。それだけのことでふね。さすがよくわかっておるの、ビエフ。とはいえ、なるべく長くあがいてほしいものじゃ。わしの暇つぶしのためにな。船の手入れは万全っす。よし、偵察が戻ってきて俺たちが出発したら、お前はいつでも出航できる体制で待て。はい。聖主の御座で何が起こるかは予想もつかん。最悪の場合に備えておくんだ。副長と一緒にいる以上の最悪なんてあるんすかね。だが頼むぞ。はいっす。何かあったらすぐシルフもどきで俺たちを呼んでくださいね。最悪の場合。おいしい。酸っぱくて甘くて。いいわ、
味わからないから。海が好きなのね。海、波は怖い。あとサメや変な魚も。でもすごく大きくて不思議で、あの先に何があるのかなって考えるとドキドキする。私の弟も海が好きだった。ベルベットの弟も？岬でよく海を見てた。潮風は体が冷えるって叱っても全然言うこと聞かなくて。あんたもこの子と同じように思ってたんだね。羅針盤偵察が戻ってきたぞ。ライフセット、あんたは残ってもいいのよ。僕はベルベットと一緒に行く。そう。そいつはペンデュラムを使ったんだな。うん。しかも検問の対魔師を全員吹っ飛ばした。あいつなら船長ともやり合える。わかった。直接俺が確かめる。ちょっと、どういうこと？検問がペンデュラムを使う精霊に襲われてるらしい。ペンデュラムは船長が行方不明になった現場に落ちてた武器なんだ。そいつが連れ去ったってこと？わかんないけど、無関係とは思えないよ。アイフリードは大魔師が捕らえているはず。なぜ連れ去った奴が聖領の検問を襲う？どうする？鍵が一本独走したぞ。追いかけるわよ。混乱してるならもっとかき回して突破する。ひょへー、過激。しかし、アイゼンのやつも勝手じゃのう。仕方ないわ。船長探しがあいつの目的だし。行くと。かしこまり。本気で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気だぞ。
で衝撃フィアーズ山田ロード山田ロード山田ロード重ねかけろ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 切り札を出させたことは褒めてやるよ。やるじゃないの。何問題？死神アイゼン、アイフリード海賊団の副長だ。アイフリードの身内か。これまた楽しめそうだ。やはりお前がアイフリードをやったのか。いいね、いい気合だ。落ち着きなさい、アイゼン。こいつは精霊で精霊を襲った。協力すれば結界を通れるわ。つまらねえ理屈言うなって。俺は俺のやり方でけじめをつける。邪魔するな。そう、じゃあ私も私のやり方でやらせてもらうわ。あんたたちを動けなくして結界を開ける。つむじぎかっこ。なんでこうなるんだ。とにかくベルベットを助けるんじゃ。見た後が怖い。確かに。すまん、アイゼン。容赦しない。消えない傷を刻んで開けろ。リーザルフィーン。行くぜ。かけつまる。
つはどうだ。私としたことが許せよ。発射だぞ。クラスター、こいつはどうだ。発射だぞ。発射それよ。ビン二度寝するぞ。バンナーハイス祝福報じよ。セルアブソーバー、リングレット、ラスセルアブソーバー、リングレット、ラスラス次回見だと強くなった。アオンに切る、リングレット、ラス気にさせる、生き残った。綺麗なあんた、この結界を開けてどうする気なんだ。同志を殺す。そいつはすげえ。こいつは本気だぜ。あった、喧嘩に勝ったのはあんただ。どうすればいいんだい。では精霊のお歴結界の前に。あとは任せたぜ。その方が大魔師どもの慌て顔が見られそうだ。待て、まだ肝心なことを聞いてねえ。それ以上はやめとこうぜ、アイゼン。命のやり取りになっちまう。何者だ、お前は。風のザビーだ。ただの喧嘩屋さ。結界は開いたわ。追うなら止めないけど。いや、神殿に向かう。アイフリードの行方に近いのはメルキオールの方だ。バカね。割り切れるなら最初からそうすればいいじゃない。そんなに器用じゃない。だからここにいる。バカね。本当に。アイゼン、さっきはごめん。戦ったことか。気にする必要はない。殴られた回数を一生覚えて恨むだけだ。冗談だ。どうすればいいのか分からなかった。悩むのはいい。だが最後は自分で決めろ。その結果が俺と戦うことなら殺されても文句は言わん。うん。逆に俺がお前を殺すことになるかもしれんがな。喋、うん、りすぎちまった。あの野郎のせいで血がたぎっているようだ。
警備は精霊だけか。人払いをしているのは本当みたいね。しかし、なんでこんな場所に新しい神殿を？同志様なら、王都にだって作れるだろうに。ここって。お前も感じられるのか？なんか、地面の中に、強い力が流れてる。そうだ。ここは、大地を流れる自然の力、地脈の集中点のようだ。聖主カノヌシを祀る絶好の場所、というわけじゃな。襲撃にも絶好よ。誰も入るなと言ったはずだが。申し訳ありません。ですが、ローグレス離宮で異変が発生して。エレノア、自分の精霊はどうした？捕食されてしまいました。左手で精霊を喰らうゴーマン。ベルベット、ご存知なのですか？昔の教えは、オスカー・テレサに続いてお前まで退く。アルトリウス様、私に新たな精霊をお与えください。必ずあのゴーマを倒してみせます。強い感情だな。お前は憎悪でゴーマを撃つ。模範生のお前をベルベットに当てられたようだ。一つだけお教えください。離宮に捕らえられていた巨大なゴーマは何なのですか？あの区画は特等以外立ち入りを禁じているはずだ。ですが、あれは精霊の結界で捕らえられていた。あんなものが王都にいていいはずがありません。エレノア、なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？あ、それは餌を捕らえるためでしょうか？下がりなさい。お前が知る必要のない。ベルベットが来るか。この縁には決着をつけねばなるまい。